この度はゴールデンウィークにもかかわらず YouTube をずっとお休みしていて申し訳ございませんでした。というのも、忙しかったです結果ちょっと忙しかったんですよ、ゴールデンウィーク。まあぼちぼちいろんなお仕事もあったりとかあったんですけども、特にまず泥沼バラエティオープンレックの、ゆゆうたさんとみやこちゃんの番組に出させていただいて、ちょっとねゆゆうたさんと国にと仲良くなれて、なんか結構押したらしいんですよ撮影生配信が、なんか雑談が盛り上がりすぎて、本当はなんかゲームをね主にやる予定だったのに、みんなの雑談が盛り上がりすぎてだいぶ時間をして、なんか会員限定の配信とかも結構時間をして、そんぐらいね押すぐらい楽しい回でした。なんか結構 YouTube にも、ね、切り抜きとか上がっててね、とても嬉しい限りなんですけども、本当にみやこちゃんありがとうっていう気持ちでいっぱいです。なんかみやこちゃんがもともと泥バラ出てほしいってずっと言ってくれてて、私にそれで念願かなって今回出させていただいたっていう感じなんですけども、面白かったな。なんか本当ハイパーゲーム大会の二次会的な盛り上がり度で、とても楽しい記憶しかございません。でなんかバロラントの話とかでも裏で盛り上がって、一緒にやろうねっていう話もしたりだとか、なんかこうやって私もともと配信者じゃないんですけど、こうやってね配信者の方々とこういう風に友達になっていってる感じが、なんかものすごく学生時代を思い出すというか本当に友達いなかったんで、学生の時はいましたよ、いたけど、その大人になってから友達がね本当にねできづらくてずっと孤立してて、飲み会とかそういうのも全くいかん、もう家でゲームやるか映画見るか、もうそんぐらいしかなかったんですけど、最近こうやってゲーム仲間とか配信者仲間が増えてね、本当に嬉しい限りでございます。であとは、結構数日間大阪にいたんですよ、ゴールデンウィークっていうのも、そこまで行って委員会の収録がありまして、でそれで大阪に行って収録して、まあそこまで行って委員会は毎月レギュラーで出させていただいている番組で、本当にありがとうございます。関西からあっちの方ではなんか絶対流れてるテレビなんですけど、私はねちょっとそこまで行って委員会に出させてもらうまでちょっと存在をね知らなかったので、今回こうやって知って、すげえ人気な、もうお茶の間ではお昼は絶対流れているような番組みたいな、ご長寿番組でもあるので、気になる人はねぜひ見てほしいんですけども、いつだったかな、5月14かな、放送は1時半からでございます。ぜひご覧ください。でその後2日間ね、また次そこまで行って1回のあと2日間は大阪コミコンという、ところに行ってました。まあ要は映画好きとかそういうアニメのカルチャーが好きな人が集まる大型フェスみたいなもんですね。でそれに行ってて、で東京コミコンはもうしょっちゅう出させていただいてたんですけど、今回大阪も開催するということで行ったんですけども、大阪コアコンっていうホラー映画を取り扱うステージに出させていただいて、それがねすごい人気で、めちゃくちゃ席も埋まって、で立ち見の人もねいるぐらいね、もう見に来てくれる人がたくさんいてね、めちゃくちゃ楽しかったです。であとガチ冗談抜きで数歩歩けばファンに話しかけられるというめったにない状況ですごくね天狗になりそうでしたもう超嬉しかった。ラムちゃんですかとか、応援してますって言ってくれる方たくさんいてですね、もう感無量。本当になんかなんなら私東京より大阪の方が知名度あるんじゃねえかって勘違いするぐらいね、話しかけてくれました皆さん。あの時はありがとうございます。 YouTube 見てますっていう人がねたくさんいたんでね、今見てるかな、ありがとうございます。で私ねすごい大好きな人がいるんですよ。マッツ・ミケルセンっていう俳優さんがいて、
代表作だとドラマ版ハンニバルのハンニバルレクター役やってたり、007のカジノロワイヤルでその悪役をやっていたりとかで、あとファンタスティックビーストのね、もともとジョニーデップがやってた役を今マツがやってるみたいな感じなんですけども、今回インディージョーンズの悪役としてマツ・ミケルセンが出るということで来日されたらしいんですよ、日本に。でですよ、私さっきコアコンのステージに出たと言ったじゃないですか。私の出演するステージの前がマツのステージだったんですよ。絶対すれ違うやん、そんなマツと。ですれ違いました。いや、こんな形で会うって思わなくって、いや、ワンチャンね、ちょっと淡い期待はね持ってたんですけど、ちょっとまさか会ってしまって、私のことをもうこの距離、この距離マッツとで私の顔見てやってくれて、でその後ステージ終わった後もなんか裏でね、スマホでね、なんかコミコンのスタッフさんがとスマホでなんか日本人に向けて一言お願いします撮ってたんだけど、あれ撮ってる人の真後ろにラムいましたからね。マッツの目線の先にラムがいたの。あれツイッターでね載ってる動画のね、あの喋ってるマッツの先にラムがいたんですよ。凝視してたんです、ずっと。で私はちょっとちゃんとオタクのねポリシー持ってるんで近づきません、もうそれ以上。見てるだけです、話しかけもしない、裏でただ見て目が合って手振るぐらい。本当に好きですとも言わない、まあ、ちょっと一回だけちょっと投げキスしちゃったんですけど、もうそんぐらい、もう絶対にねちょっとオタクとしてそういう距離感を保ちたいんでね、ポリシーを持ってお近づきになりました。でですよ、私は、ね、大阪コミコンに来た理由がもう一個ありまして、そのステージに出た次の日、なんとマッツの写真撮影券とサイン券を買ったんですよ。合計5万、2万5千円の5万買いましてですね、1時間ぐらい並んでマッツと写真撮ってサインもらって、もう言い残すことなく死ねる状況だったんですけども、もうマッツと会えたらもうね、もう私の、ね、人生にもう一辺の悔いなしだったんだけど、一個ちょっと目標が芽生えまして、これだけでは終われないって思ったんですよ。このあくまで憧れの人とファンでは終われないなと思って、どうしようって考えた結果、私が出した目標、それはリリコさんになることです。リリコさんになることです。リリコさんみたいになって、もう英語勉強して、英語も勉強して、めっちゃ知識蓄えて、マッツに直接インタビューできるぐらい有名になろうと決意しました。これいい夢だと思うんですよ。いや、無理だろって思うと思うけど、いいんだよ、無理でも。目標ができたんだから。もう、だって以前の私までは、私の命日は、このマッツに会った日だって思ってたから、じゃなくって、こう、生きる目標がね、一個できたんで、これに向かってね、実現不可能でも頑張って生きていこうと、生きる糧をねちょっとマッツにもらいました。このままで終われないとで今熱く語ってますけども、実はいろいろ裏側とか、あとマッツに会えそうでそわそわしてるラムとかいろいろね動画撮ったんですよ。でビルちゃんも来てくれて、ビルちゃんがねいろいろ撮影してくれたりしたんで、その動画が、後ほど上がると思いますので楽しみにしててください。ということで、ゴールデンウィーク YouTube 載せなかった理由は忙しかったからでした。ご清聴ありがとうございました。あ、でもあれですよ、 Twitch はちゃんと配信してましたからね。私 Twitch では生配信やってたからね、30分とか短いけど。だから YouTube も Twitch もどっちも見てね。バイバイ。